日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらシャトレーゼのショコラキューブマロンというケーキを食べたいと思います。ショコラキューブというだけあって四角いですね。そしてチョコスポンジが美味しそうだ。クリームもね、そして栗がいっぱい。秋を感じるケーキになっています。モンブランとはまた違った美味しさがありそうですね。それではスーッと刺していただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ポリポリした食感の栗とチョコプレート、そしてしっとり食感のスポンジ生地がよく合う。一口にショコラといってもいろんな楽しみ方、味わい方ができますね、このケーキ。なんて言ったらいいんだろうなぁ。俺、どう、結構量あるなと思ったんですけど、パクパク食べ進められますね。あとたぶん、ちょっと失敗しましたけど。こういうのもあるからレポートはやめられない。クリームしっとりほんまに、ね、具体的にどういった味だったのかはこの後すぐに発表しまーす。と、ごちそうさまでした。とですね、チョコレートは結構甘さと苦さが結構混沌としていて、なんだろう、スポンジは甘いけどクリームは苦い、あるいはその逆みたいな味わいが結構ありましたね。なのでどこから食べるかによって後から感じるチョコの味が変わっているような、そんな気がしました。なんでしょうね、甘さも苦いもいっぺんに楽しめるという反面、ちょっと味が安定していないような部分、それもまだ面白っちゃ面白いんですけど、で栗なんですけど、ちょっと量は少なかったのですが、ふっくらとした食感、優しい甘さが口の中に広がってきておっしゃる。チョコの甘さとはまた違うので、チョコの後に食べてもしっかり味わえますよ。というわけで、あなたがチョコや栗がお好きなのであれば、今私が食べたシャトレーゼのマロンショコラキューブ、ぜひ食べてほしいですけど、これ期間限定なんですよね。この動画間に合うかな。なので、早めに出すように。できたらいい。いろいろ忙しくて。というわけで、今日食べたシャトレーゼのマロンキューブショコラは、栗とチョコの甘さがとっても美味しかったので5点とさせていただきます。ホタルなりロックンロールに弾けるぞ。いや、ホタルが弾けるってどういう状況なんでしょうね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。